Dude, that father is 10 men perm! さあ、私たちは今日は鹿島に来ました。前方に見えるのは、昨今話題になりましたメルカリが買収した鹿島アントラーズのホームスタジアム、鹿島スタジアムですね。今夜は茨城県の鹿島に来ました。 Check it out。 今夜も月が見てるわ。真っ暗ですけどビーチ着きました。さて、今夜の車中泊は久々に茨城の恩田ビーチです。はい、玉田エメラルドビーチというところまで来てみました。さあ、今夜の会場はこのような形でセッティングされましたので、飲みタイムですね。ようやくチビたちはもう寝ちゃってまーす。そして蒸し暑いです。ついに夏らしい車中泊になりそうです。イエーイ。小鳥さん、おはよう。青井さん、おはよう。そういうわけで、今日はね、エメラルドビーチやってまいりました。波はなーい、全然なーい。この日は子供たちと遊ぶに限る。Here we go。いやー、いい天気。やっほー。そして小鳥、ほら起きろ。起きた。来たか。今日も一日遊ぶぞ。ああ、やだ。じゃあお前となんか遊んでやるか。
小鳥さん、お昼は何か作ってくれるんですか？ん？お昼は、カップラーメンとかお湯だけでできるものです。じゃあ、お昼はカップ焼きそば食べます。外はね、あのね、林飯。林ライスね、林飯。海はこんな感じです。前にはビキニちゃんたちの若いパーティーが。まあ今日はもうサーフィンはできる波ではないです。なので子供たちと一日遊ぶと決めてここまで来ましたが、エメラルドビーチ、本当に海水きれいで、すごい気持ちのいいビーチ、最高。見て父ちゃん、手洗ってないのきれいになった。どうして？わかんない。海楽しいね。どうして？かわいそうだな。海楽しいね、小鳥。うん。ランチは何でしょうか、奥様。これを。あ、ウインナーをね、芳醇。芳醇。芳醇。母ちゃん、サンキュー。ウインナー作ってくれました。おいしい？おいしい。いや。おいしい。青いが食べるのはそれ何ですか？ UFO。 This is 茨城スタイル。ビーチまで車で入れるところたくさんありました、昔は。今はね、あんまり入れるところ少なくなっちゃったんですけど、僕らがこだわって茨城に来ていた理由はこれですね。この開放感、これだけこう、まあ、自然な環境の中で子供たちは遊んで飯作って食って、いやー、いつも通りの夏休み超楽しかったね、超楽しかったね。なんと母ちゃん、帰り道は新しい道路を見つけたんです。有料道路。なんていう有料道路です。まだ有料道路の道路名が分かってないのですが、はい、今このナビで見ると家まで1時間半ものすごい早い。茨城は今までも圧倒的に鹿島ばっかりだったでしょ。だけど多分これからビーチまでもう車入れそうにないんです。なのでちょっと新たにもう少し北になる今日のエメラルドビーチとか冷水、あの辺を開拓していこうかなと。鉾田インターチェンジですね。鉾田インターチェンジの方へ向かっていきたいと思います。何道なんだろう、鉾田インターチェンジ。鉾田は東関道なの？だって東関道って書いてあるよ。マジで？わあ、新しい道路に乗ります。こんなのできてるの知らなかった。へー、鉾田インターチェンジです。あの大洗とかに行くやつだよね、北関東道。ねえ父ちゃん。何？あれ父ちゃん、なんでさ、なんか車でさ、静かな時こう言うの？もうわーな、めちゃわー、開けろーって言ってる。俺そんなこと。青いでしょ。新品だね、この道路。めっちゃ新品。そして空いてる。すごく空いてる。あと、田んぼすかね、ここ田んぼすかね、エンバラキネは田んぼすかね。さて、ここから常磐道方面へ向かいます。北関東道に乗ります。常磐道を目指します。さて、一体ハウマッチか。デレン、3240円。まあまあするね。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。バイバイ。バイBoy. Dude, that father is 10 men permed!